ちょっとそうですね、忙しいっていうのもあって寝れてないっていうのもあって、ちょっと精神的にも体力的にもちょっと皆さんに配信で元気をお届けるあのことがね、ちょっとできない状態だったので、あのお休みさせていただいてたんですが、はい、皆さん待っててくださってありがとうございます。私も休みなんですか、そのいろんなその事情で、その学校の事情とかで配信が切れ、毎日配信が切れたことはあったんですけど、こう自分のねこういうのでお休みさせていただくのは初めてだったので、はい、皆さんにも心配かけてしまったんですが、なんとか今はそう本当にあのお休みさせて、あ、そのちょっと前かまではちょっとだいぶもうなんていうんですかねなんか嫌になってしまったんですけど、あの睡眠もあの時よりも取らせていただいて、あのだいぶ取れて、顔凝ってました、ごめんなさい皆さん、しかもコメントいっぱいたくさんありがとうございます、嬉しいです。あー元気をもらいね、確かに。え、でもそのなんだっけ、そのお休みさせていただく前の配信もなんかそうですよ、自分の中でもすごいちょっと落ち込みもあったりして、なんかうーん、そのこうあんまりこう素直に笑えなくてはい、ちょっと苦しい部分もあったの でそこからちょっとね、ちょっと寝れてなかったっていうのも良くないんですけど、今はだいぶお休みちょっとして、そのブログもねちょっと休みさせてもらってたので、そういう時間とかで睡眠取れたりとか、あの自分そう忙しい時ってなんか自分のお気持ちをこう整理できず、なんかやることに追われる日々でだったんですけど、そう自分なんかその考える時間とかもあったりして、自分の気持ちもね整理できたり、体力的にも精神的にもこう整えられたかなと思うのではい、また今日から皆さんと楽しい時間を過ごせたらいいなって思うので、でもそうですね、まだあの覚える、あの今周年婚のリハが続いてて、覚えることもちょっとマシになってきたかなっていう、まだあるのはあるんですけど、ちょっとずつマシになってきたかなっていう段階なので、まあでもリハも結構長時間あったりするので配信時間が遅くなりやすいと思うんですけど、でも前から今日からねやらせていただこうと思うので、見に来ていただけるときは来てくれると嬉しいなって思いますね。お父さんもね今忙しくて、そうなんです、でもお母さんはねずっといてくれてるので、うん、助かりますね。しもっててありがとうございます、無理しなくてもいいんだよ。でも本当にでもお休みいただいて、うん、だいぶ回復できましたし、でもあのずっとねやらせていただいてて、それをすごい楽しみにしてくださってる皆さんもいてくれてて、私もなんて生きがいで
でそれやってるからこうより自分にそういう頑張りがあって自分に自信持ってる部分とかもあるので、なんかないとなんかその不安な気持ちにも なるなって、お休みさせていただくとなんか気づけなかった気持ちにも気づけたりあのね、お休みなんかその私もすごい継続をやっぱ大事に、皆さんと毎日コミュニケーション取るとか継続し続けることの大切さ、なんか普通でなんて言うんですか、こう大変じゃないですか続けるのって。でもそこにこう続けることに意味があって、そのすごい私の一つの武器だと思ってたので、すごい休むのもえーってな思ったんですけど、でもちょっともうそれもなんだろう、こう上回るあれだったのではい、休みさせてもらったんですけど、でも休ませていただくのもちょっと怖かったんですけど、でもあんなにたくさんのあのポストとかでも、あ、リプか、返信とかでもたくさんの方がコメントしてくださって、あの SNS でもね会えない時間もすごい思ってあの届けてくれてね、ありがとうございます。そう、今日は黄色の日ですね。ね、喜んでくれましたプレゼント。サウナ行きたいですね行きたいですね。コメントも嬉しい。体調崩して本当ですか、皆さん大丈夫ですか。皆さんも無理せずね、休むのもやっぱ大事だなって思いますので、うん、優しい皆さん温かいコメントありがとうございます。お馬さん走って、え、なんだろう、競馬の話ですか、よし、何の話、そうですよね、なんかでも時間帯によってもそうですよね、で遅い時間が見やすい方もいれば早い時間が見やすい方もいらっしゃったりするから難しいですよ。だからできるだけね、そのいろん割なんか偏らずにいろんな時間にやりたいんですけど、忙しい日はちょっと偏りが出てしまうと思うので申し訳ないんですけど、うん、ありがとうございます。皆さんなんかコメント拾えてないの多いんですけどすいません、でも読ませていただいておりますあのそうですね、インスタさんに上げていただいてたのかな、公式アカウントの映像、今日はエコニャンでした。そうなんです、なんか骨格心拍数の発売日がね近づいてきてるので、それに合わせてあのカウントダウン更新の更新をインスタさんでしていただいてて、SKE の公式インスタグラムさんで、今日はよひこにゃんでした、はい皆さんもぜひ見ていいねお願いします。私の趣味、なんだろう、でもやっぱり制作したりとか、なんだろう、
なんだろうな。でもなんか趣味じゃないからちょっと話変わっちゃうんですけど、そう休ませてもらってる時にそのもちろん体調も休みながら気持ちがねちょっと嫌になってしまってたので、なんかリフレッシュするのにも美容院に行ったりとか、久々に行きました。はい。あと普段のこうそのメンバーとそのご飯とかもそれすっごい行きたいんですけど、まあいろいろ金銭面的とか、まあ、時間の面とかもいろいろ考えちゃって毎回は行かないんですよ私は。はい。そう、でも貯金とかも大事じゃないですか。だからそういろいろ、でもそのやっぱそういう時間も私も作りたいしね、大事なので、ちょっとアイドルアットジャムさん、アットジャムさんだ、出してもらった後にハチキーのメンバーでご飯行ったりして、とてもリフレッシュできました。いいですよね、そういう時間も大事なので。ね、作っていけるときは やっていきたいですね。お久しぶりです。皆さんコメント、車でお帰りの時かな、皆さんもね夜遅くまでお疲れ様です。うん、休むときはね休んだ方がいいですよね。東の動画、動画、ありがとうございます。私もそう、動物さん大好きなのでよく見るんですけど、時間ある時とか趣味、それも趣味ですかね、動物を見て癒される。いやでも休める時はなんかでもその忙しい時ほど、そう潰れちゃう前になんかこのうまいこと強力つけて、ここはちょっと力を抜くみたいな、そういうのが苦手なので、そううまいこと生きていった方がいいですよね。なんて言うんですか、そう不器用だからこうこれもあれも全部ちゃんとやらなきゃみたいな思っちゃうから、なんかねいい感じでこう手を抜けるときは抜いたりしながらねやってった方が長い目で考えるといいですね。嬉しい、励ましの言葉もありがとうございます。徹夜仕事ですか、よくないですね。それはいいんですか、いいんですか。大変ですね。皆さんも気をつけてください、体調。モバイル更新したらメール届く、メール届かなくなっちゃった。それは問題ですね。さあでもメールはね送らせてもらってたので、そうなんですよ、読んでいただきたいかなと思ったんですけど、なんかどうにかならない、どうしたらいいんですか、問い合わせたらいいのかな。ガジケンさん中間発表 S がトップだったね。あ、中間発表ですか。あ、うん、またあったんですね。あ、すごい、すごい、今回も
トップありがとうございます。すごいですね。私も落ち着いたらカジケンさんに行きたい。本当にモアブ変身の方も、あ、そう、変身でもね、温かい言葉ありがとうございます。本当にいつもの、はい、いつものよこにゃんです。あとそうです、あのチーム、あの国語心拍数のカップリング曲、あの今回もチーム楽曲いただけたんですけど、チーム S の楽曲はが、そう、今日解禁されて、岐阜ちゃんさんでね、岐阜県だって地元ですのラジオの方で楽曲が解禁されたんですけど、聞いてくださいましたか。タイトルは言えなくてタコスです。言えなくてタコス、タコスなんです。私の歌声聞こえましたか。歌わり分かりました。めぐちゃんの写真可愛かったですね。おばさん家にお邪魔させた、お世話な、一日お世話になった時に、おばさん家のにが飼っている猫ちゃんの名前がレグちゃんなんですけど、そう、その時になんか配信前にちょうど一緒にいたので、レグちゃんとなんか一緒に配信で出てくれそうな雰囲気だったんですけど、配信前にどっか行っちゃって無理だったんですよね。そう、でもそうなんで、このシングルから MV がないので、そうなんです、かなりショックですが、そうなんです、欲しかったですよね。まあ現実は厳しいということで、はい、でも楽曲ね、いただけてるのはありがたいので、うん、感謝ですね。うん、ネイル、そうですね、ネイルしたいですね、したいです、確かにしたいですね、したくなってきました。うん、そうですね、ブログの方もちょっとリハが、まあ、落ち着いてるわけではないんですけど、覚える系が少なくなってきてるとちょっとマシなので、近々ブログも再開しようかなと思うので、ちょっと待っててください。すいません。すいません。ホワイトが入ったら、そうですね、そうですね、おごる、おごるってなりますもんね。でも後輩も気使ってくれる後輩が多いので、はい、何回目かの時はじゃあ割り勘しようみたいな時はありますよね。マイペースでありがとうございます。何の話、え、でも本当たわいのない話です。はい。ナーゴバルカ、あ、イオンモール、トコナメ、どちらか行きたいな。嬉しい、ありがとうございます。見に来れました、 ありがとうございます。素敵な子、本当ですか、ありがとうございます。うん、まあでも忙しいね、忙しさがマシな時は自分の時間も作れると思うのでね、でも周年婚もみんなでね頑張って
いますので皆さんに喜んでもらえたらいいなって思いますね。うん、あ、そう、ネギシさんに行きました。美味しいです。行ったことないですか？美味しいですよ。マルネセットを食べました。私は美味しいです。名古屋港水族館ゆかさん、え、行きたいカゾカゾカゾん、うん、手抜きが下手そうなのは下手そうなので、そうですね、見習います。じゃあ教えてください、今度手抜き方、手抜き方はい。あー、雪休みでした今日は。あー、お疲れ様です。心配してくださってありがとうございます。だいぶもう、うん、今は精神的にも体力的にもマシになっております。うん、あ、トラさんって、トラさん、あ、あのトラさんですね。そう、 MV にいた大きいぬいぐるみのトラさん、一日ドラさんも頑張ってくれてました。あの暑い中ずっとね、暑い中ドラさんはいて、メンバーはまああそこがあのなんか倉庫みたいな、そう、あそこの現場は暑かったんですけど、休憩の時間があって、たぶんちょこちょこたまに、その時は冷房の部屋で待機できるのでとても助かりましたフフフ。土曜日は休めるんですね。うーん、いいですね。休みの日がないとやってられませんねフ上野動物園でゴリラを見て癒されました。あー、上野動物園でも行ってみたいです。なんか行きたかったんですけど、だいぶ前の話です。あの閉まってて行けなかったんですよね。せい、生きてなんぼや。表も裏も光も影も必要ですよね。確かに影とかも必要ですね。確かに。そう、あの美術展の方もあの終わっちゃいましたが、見に行ってくれた皆さん結構ねいてくださって、でもあれですよね、あのマガールメッセさんから会場って結構遠いじゃないですか。なのにね、行ってくださってありがとうございました。本当に嬉しいです。また家とかでもお仕事ねいただけていただけるように頑張ります。今夜は充実してないねえ、私も充実できるかな。タコスは食べたことなん、あの少ないんですけど、あるのはあります。はい、タコライスの方が食べたことありますフ会社抜けていっているよ。すごい、連続返信も、ありがとうございます。
ルティーヤ、あ、そう、包んじゃうよって言ってたわら出てきますね、トルティーヤね。私たちメンバーもタコスってなって、そう、なんかエッグの時も新鮮でした、すごく。うん、FC 牛さんのね、スタジオライブまたお邪魔させていただきたいですね。選んでいただけるかな、またただね、意外とあの、なんていうんですか、ファンの皆さんと交流できる場も多くて楽しいですよね。あと屋台もすごくいいしメキシカンのカレーはなんか、なんで、あの番組でちょっとそこまででしたっけ、あれメキシコでしたっけ、なんか食べましたよね、私メキシコだったかな、大須のね、お店の。タコスまだ聞いてないで明日聞きます。あ、お願いします、ひよちゃんさんのラジコさんのタイムフリー機能でしたっけね、聞けるのでぜひ聞いてください、私の声探してみてくださいそうですね、骨格心拍数と純情側の MV がありますね。あの純情側ね、あの良すぎて、あのなんていうんですか、そう、頑張ってるメンバーとか、うん、ね、まあでもあれもね、そのあれですけど、ね、選ばれてあのなかったメンバーもいるので、そう、言い方もすごい難しいですけど、なんか頑張りとかしてるので、その報われて、ああ嬉しいなという気持ちがあったりとか、なんていうんですか、え、もう良すぎて羨ましいなっていう気持ちもあったりとか、あのやっぱこう一人一人こうカットソロカットみたいなのあるの素晴らしいなと思いました。わかりやすい、なんていうんですか、メンバーがしっかり見えて、あと天使、なんか演出もね、曲もダンスも全部好きでした。可愛かった、みんな可愛かったです、みんな可愛かった。うん、だから周年コースで披露されるのを期待しています。うん、聞けるかな、どうでしょうか、も少ないからなかなか会えるのが悲しい。そうですね、今の時期はあれですね、まあ、メンバーもその大変ってあれですけど、ファンの皆さんもこう、ね、あの会える機会が少ないので、ちょっとあれですね、辛抱の期間ですねはい、でもそうですね、今日からまた配信をやらせていただくので、もし時間がやばいかも、あ、皆さんいっぱいコメントいただいたのですいません、ありがとうございます。今日からまた再開させていただこうと思うので、はい、時間ある時皆さん見てね、楽しい時間一緒に過ごしてもらえたら嬉しいですね。コメントいっぱいありがとうございます。今めっちゃ見てるんです、今ありがとうございます。あ、これよかった、嬉しい、ありがとうございます。皆さん今日からまたまんまるちゃんあ、パチパチの録画も嬉しいです、9月23放送ですね、ミラーボールもありがとうございます。皆さんもゆっくり休んでください。あ、3535人の方もありがとうございます。今日からまた、はい、パチパチやってやらせていただこうかな